ちょっと長いけどお付き合いください。会社の後輩 A ちゃんの結婚式の話。3年付き合った彼氏と A ちゃんが、晴れてゴールインすることになった。A ちゃんはすごくいい子で仕事もできる。彼氏はとても優しく、真面目そうな資産家冷息、かっこイケメン。小さい会社だから、もう会社中で我がことのように大喜びだった。式には、社員総出でお呼ばれ。式中、結婚に至ったきっかけが披露された。彼氏に腫瘍ができたことが発覚。その時 A ちゃんが彼氏に、もし悪性だったら結婚しよう。あなたにできることは全部したいから。と逆プロポーズしたらしい。幸い腫瘍は良性で、検査結果を聞きに行った帰りに、良性だったけど、結婚してくれますか？と、彼氏がプロポーズしたんだって。その話に一度うなごんでいたところ、新郎の友人席から、は、ばっかじゃないの。という女の笑い声。脆いさん狙いバレバレじゃん。見るとなんかすさんだけば目の女が酔っ払ってグデグデしながらわめいていたわけ。その後も、新婦の席見てみなよ、片親じゃん。この前見かけたらユニクロとか着てて地味だし、嫁ぎ先に不似合いだろ。あげく、ブス、など A ちゃんをけなし放題。その女の旦那さんらしい人が手を挙げそうになってるわ。うちの会社の後輩、若くて血の気が多いが、あんたに A さんの何がわかんのよ。とか怒鳴り出すわ、もうぐちゃぐちゃの大騒ぎ。と、ゴボゴボ、ドンドンというような音の後に、ああ、という女性の声。声の方を振り返ってみると、和装の美熟女がマイク片手にすっと立っていた。新郎のお母様だった。新郎の母でございます。と言って頭を下げるお母さん。場に緊張が走る。しかし、ここから予想を超えたハイパーお母さんタイムが始まった。お母さん、面接も爽やかに、一つ一つ反論を始めたのだ。母子家庭について申します。両親が揃った家庭に育って丸人気になる者もおり、片親の家庭で立派に育つ子もいます。家庭環境は一要因に過ぎず、それで子供の全人格を判断するなど少子千万。 A ちゃん家は、お母さんも立派なキャリアウーマンで教養もあり、お兄さんも立派な青年。協力し合って家庭を作ってきた A 家は、そんじょそこらの A よりよほどいい家庭であり、娘も素晴らしいお嬢さんに育っています。 A ちゃんが地味という点についてはこう考えます。確かに A ちゃんに鍵なところはなく、地味で堅実な女性です。しかし我が家も堅実な生活を胸としており、浮ついた鍵な暮らしはむしろ嫌っております。新郎も小学校から大学まで全て国公立で、大学では学費以外仕送りもしませんでした。就職もコネを一切使わなかったし、現在も真面目に会社勤めをしています。そんな我が家に A ちゃんはぴったりであると考えております。ブスというご意見には、事実に反するので反論の必要はないとみなす。遺産狙い？ですか？そもそも A ちゃんの家も裕福であり、A ちゃんの人柄と合わせて考えるとそんなことはありえません。A ちゃんはとてもいい子で、自分たちのみならず、親類にまで良くしてくれています。病人が出れば有給を潰して手術に立ち会ってくれ、新郎の幼い親姪がお留守番になると聞けば、二人きりのデートのはずの日に、ちびっ子を誘って動物園に連れて行ってくれる。我が家の財産を全部投じたとしても、今時こんないいお嬢さんが、うちのぼんやりした息子に嫁いでくれるなら、むしろ収支はプラスであると我々は考えております。まさにリアル、ハイ論破状態。お母さんの話がまたうまいんだ、声もよく通るし。話の最中から、新郎の親類席から国会みたいな。そうだ。よく言った。などの声が飛び、合間合間には拍手も起こって、なんだか会場は一気に盛り上がり始めた。お母さん、話し終わると横にいるエビス顔の新進に、ん、とマイクを差し出した。新郎の父でございます。そして新進が一言、ま、家内の申す通りですな。と言うと会場拍手喝采。想像をはるかに超える形でトラブルは丸く収まった。ドキュン女は椅子蹴り倒して出てった。ロビーで、ご祝儀返せよてめえ。っていう怒号を残して、式終了後は、新郎新婦、その親たち、新郎の友人たち、その他いろんな人が、頭を下げ合ってていいような光景だったう。両家の母親たちが、泣きながらひしと手を握り合ってて、ちょっと燃えた。大事な後輩の式になんてこと、と最初は思ったけど、一部始終を見て、ああこんないいお家に、大事にされてお嫁に行くんだなぁと思ってちょっとほろりときた。